はい、どうも。オーストラリアワーホリから帰国してただいま、農業研修生でね、鳥取に来てます。そして今はトラクターの、あ、入らねえ、まあ、今トラクターのね、農業実習生として来て、今が1ヶ月経とうとしているぐらい、ゴールデンウィーク前だからね。で、まあ、あとはこんな感じで今はこれから田起こしをしてて、まあこんな感じで、一応実習で水田の農家さんに来て来させてもらって、で今はこれ水田の田起こし中です。まあ一応ね、ワーホリから帰国した人のねヤフー知恵袋とか見ると、まあ結構ね、社会に不適合者とか、あとはヤフーの知恵袋でディスってる人とかね、結構いるから、結構はまあ一人しかいないか、でもちょっとヤフー知恵でね、ワーホリ特有の人の待つのって結構あれ言い過ぎなんだよなって思うんだけど、でもまあね、結構ワーホリから実は俺田舎暮らしがしたかったから、まあ今こんなことやってるけど、まああとはね、やっと悪くなかったし、悪くはなかったし、まあ、あとは自分でなんか雇われなくて、自分で商売やって生きていきたいっていうのがあったから、まあ、農業研修生という研修生で活躍したんだけど、まあ、それもそれも一つだし、ワーホリに行ったから何、ワーホリに行ったから帰国の就職が危ういかっていうのはないんだよね。要はワーホリを自分のために行くのか、誰かのね、会社に就職するために行くのか、どっちかと思う、正直ね。でもまあ自分次第で、自分の見方次第で、どっかに依存すると、まあ、雇ってくれないかなとか、そういうふうに依存をしてるとね、待つのっていうふうになっちゃうから、まあ、あとはワーホリで自分が何をどうしたのか、自分の、あり方を見つけられればいくらでも、ワーホリに行こうが行く前がどうでもいいから、今どうでもいい、俺の胸の内だね。で、まあ、ワーホリから帰国したら、こういう農業研修生っていうのも、一つの選択肢としては絶対ありだから。